アルテシアソムダイ君。どうも、セイラです。ちょっと来て。ここに。ちょっと来て。座って。ここに。それでも男ですか。軟弱者。でさ、嬉しい。ちょっとそこにいてくれる。ガンキャノン。ドド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 ド
ったーよろけて、よろけて、これをパワハラと言います。やったー、やったー、見てください、これセーラーマス、すごい、ガンダムの連邦軍女子の制服でございます。手に入れました、やった。めちゃめちゃ似合ってる。これさ、私が言うのもなんだけど似合ってるよね。似合ってるなと思って。一回立ってもらってもいいですか。連邦軍総出しをしています。未来ヤシマです。ちょっとさ、たまたま通りかかってさ。たまたま通りかかるたまたま。このシリーズなんでしょう。私は殴ってくれるんですよ。あの未来さん。わかんない、わかんない。パシパシパシのメガネ貸してくれる？俺、メガネがいったぜ、ヤサ男。スレッカわかんない、わかんない。ガンダムごっこ楽しい。ガンダムごっこ楽しい。スレッカの。ちょっとさ、歌詞ジムっぽい。ちょっと最後にもう一回だけやらして、通りかかってくれる？通りかかるシリーズ。ジムにすごい似てるんだよ。通りかかるシリーズ。車線用ジムっぽい。痛いって言ってる。楽しい。はい、ということで今日はイラスト動画です。そうだ、イラストなの？イラストだよ。ずっと茶番をする回じゃないんだ。違います。今もう本当にこの入院中にガンダムファースト全部見てめっちゃハマって、で漫画版のオリジン全巻を購入し、で劇場版ちゃんと全部巡り合い空まで見まして、で今ゼータガンダムでアムロが初対面の女性とチューめっちゃしてるところまで来ました。ということでですね、あの今日はガンダムファースト縛りですかね、モビルスーツとかあとはキャラクターたちいっぱい描きたいなって思います。はい、あのすごい好きなのは、なんでこんなに心を打たれるのか感動するのか泣いちゃうんだろうって久々に泣いたんですよ。なんでかっていうと、すごいさ、このケレン味と言いますか、明日のジョーとかもそうだったと思うんだけど、鉛筆でさ、もう書くわけですよ、爆風とかさ、機体がこうグワーってクラッシュするとことか、そのなんかさ勢い、あの時って全部を手で書いてるじゃないですか。めちゃくちゃ感動しちゃって、それにいやーもうかっこいいね、ということでデジタルじゃなくて手書きで絵を描きたいと思います。はい、じゃあハッシー画用紙ください。はい、お腹大丈夫ですか？大丈夫です。足首もグツってなってたけどね。はい、ガンダムを描きたいんだけど、ガンダム描いたことがないので、でちょっと鉛筆で描くから芯が減ったりとかするから大変なんですけど、1時間でね、あのモビルスーツの方も描いていけたらいいなと思います。さすがに描いたことないんで見ながら描きたいと思います。どうしようかな、これで描くか、やっぱりこれと鉛筆でちょっと足します。よーし、じゃあ緊張するけどガンダム描いてみますね。よーい、スタート。モビルスーツ描けんのかな私。ちなみにハッシーに見てねって言ったけど見た？まだ見てないです。早く見てよ。今ガンダムシールを今でも私がファースト見てって言ってるんだよ。パワハラ強いな、強い、パワハラ強いわ、私が見てって言ってる。超むずいんだけど。メカ描いてるの珍しいっすね。描いたことないよメカ、うん、超むずい、これで時間かかっちゃってる。もうしっかりガンダムです。見えるガンダムです。すごい。しかも筆ペンで一発書きしてるって相当すごいです。なんかやっぱ初めて書いたからなんかさ、ちょっと違うんだよな。今一番欲しい工夫ですか？工夫。でもシャア専用地獄感。ゲルググも好きだけど、やっぱ手がいいよね。あのさ、もうすぐハマーン様が出てくるんだけどさ、シャアの元カノなんでしょ？キュベレイだっけ？シロッコさんとかは出てきた。角がかっこいいんだよね、グフ。ヒートロッドとね。うちの父親がガンダム大好きで、中川さんがガンダムにハマったことをすごく喜んでます。なんかガンダムファンの人って優しいよね。グフの股間を描いてます。ガンダムのファンの方とか優しい。優しい、優しい。なんか教えてくれる、次はこれ見た方がいいよとか。ランバラルかっこいいよね。このランバラル、戦いの中で戦いを忘れた。見ておくがいい、これが戦いに敗れたものだ。かっこいい。手の上で。かっこいい。あんな大人になりたいの。年下ヒートロッド描きました。あれ描きたいのよ。あの、たまたま通りかかったジムにシャーセンヨズゴックが。あれ、ジャブローだっけ？ジャブロー。ジャブロー。すごく頭のてっぺん、スカスカシパンみたいになってる。かわいい。かっこいい爪。シャア専用地獄いうの。
爪のとこ描いて興奮してるんだけど。多分今日本でただ一人じゃないですか、すごく描いてる女子。マジ？多分関東地方だとなかなか。すごくもうアナログで描いてる女子も日本で一人くらいだと思う。デジタルならまだしも。今のファーストはアナログじゃないとダメですか。すごくの頭、スカシカシパンみたいで可愛いって言ってるのは多分宇宙で一人。宇宙で可愛いですね。うん、すごい貫かれてる。かわいそう。僕がさっき取り掛かった時にやられたのがこれです。そうです。光だけでも相当な迫力です、ね。うん、確かに。アムロ行けますか。人間が来る。やっと人間が来る。やっと人間が。私の中で古谷さんってタキシード仮面様だったんですけど、アムロなんだよね。聖夜だし、推しヒューマだし、すごいよね。いいよね、この髪型。これダース・ベイダーなのかな。キャスニー。キャスニーって言うとちょっとバカにしてるよね。ねえ、キャスニー。クワトロ・バジーノ、キャスバル・レム・ダイクン、うん、エドワ・ウマス。名前が4つぐらいあるのかな。4つ目がクワトロ。クワトロ。なんでノースリーブなんだろうね。当時のセル画の指定のし忘れらしいですけどね。ツイッターで教えてくれたみんなが。キャスニーができました。シャーすごい存在感がすごい。初めて書いた。確かに皆さんのコメントで見る順番とか勉強になった、うん、お友達のコメントがね、うん、すげえ。すごいね。すごいすごい。なんか鉛筆で色塗ると立体感出ていいよ。あの劇場版の2、人が死にまくるじゃないですか。でマチルダさんとかも死ぬじゃん。やっぱりマチルダさんへの手向けに、マチルダさん、マチルダさん、マチルダさんのところあるじゃん。こうやってるところ、竜のことも誰か言ってって。なんかあのちょっと前の時に竜も死んだのよ。あの人怪我を負ってさ、それでも頑張ってみんなのためにさやってさ、竜こそずっとみんなと一緒にいたじゃん。これの時、マチルダさんのことしか考えてないじゃん、みんな。疲れてきたな。あー、バオはクーこれよって思って、昨日から温めてた。そうだね。ほら、塗った方がなんか、濃くなる。よし、じゃあ、誰描こうかな。セイラさん。あ、まあ、セイラさん。坂未来さんの方がモテるからな。一番幸せだよ、あの人。今、ラナーの声優だったハン・ケイコさんの娘さんのハン・メグミさんがセーラーマスの声やってるってエモいよね。エモい。いや、フラウボー。いいぞ、フラウ。そうだ。次の爆撃が終わったらそこを通り抜けられる。滑裂結果とともに。アムロ、アムロなの？足分かる。巡り合い空のラストのあたり。わかんないです。じゃあ、ミハル・ラトキエ描こうっと。なんで？ラトキエ。こっちの、こっちの。こっちね、うん。こうやって、あの、机の下にこうやって隠れてるんだよ。今、ミハルのコスプレなの。知らないです。この制服だからもう、誰でも。なれるよ、ミハル。リデンポー君。そう。大事なところにミハル書こうって。回も書いてないのにさ。回も書いてないの。作戦チームの2人書いてないのに。フライトノアも書いてないのに。書いてないのに。回、自伝。もう時間が。ここにちっちゃく書こうって。でもさ、この人いい人だよね。うん、そもそもガンダム入ってきっかけで何？入院です。これ削って、削って。ふわさんの好きな年下のあいつもまだ入ってる。ああ、でも先にさ、ビギンザビ書いてる。ザビ家書かないと。ビギンの隣にビギンザビ書く。眉毛がないからな。こっそりとこの人、かごわれだった。キシリアザビ。リクエストがあります、はい、キシリアさんそこに書くなら近くにマクベさん書いてる。ああ、あれはいいものだ、あれはいいものだのところがあるけど、キシリアさんここ臭くなりそうだよね。ああ焦る、やめてよ。残り10分です。でもちょっとランバラルを先に書いていいですか。はい、好きなんで。35歳、これでランバラル全身書こうって。そんなハゲ方ある ?35 歳で。ギレンとランバラルさん、長いですね。シャアさん20歳ですね。で、アムロ15歳。ブライトさんは？ブライトさんは19歳。セラさん17歳。ガルマ散るからハマった。なんか、その辺から。どんどん死んだ。なぜ死んだかって。坊やだからさ。
赤鼻。なんか渋いところ。赤いだっけ。赤い。ドロンボー一味にいそうな。そうだね。ライさん、めっちゃ米。米なのにモテるのに。パトル切りました。キー。よし、トライト、トライト、トライト。もう、ガンマ薄いよ。ガンマ薄い。ガンダムスタンバっておけ。ほ、おー、行く。まだ行く。キッパ。キッパ。ニャンニャンって言って可愛い。諦めない。飛び前。終了です。ダメだ。あ、でも結構書いたんじゃない？うん。ああ、ハヤト小林。すごい。どうすごい。龍。個性書けなかった。おお。まあ、ガンダムですね。いいんじゃん、いいんじゃん。いいんじゃん。はい。初めて書けました。じゃあ初めて書いたガンダムを見てください。じゃじゃーん。おこんな感じになりました。じゃあ全部言っていくか。これがファーストガンダム、グフとヒートロッド、シャア専用ズゴックがたまたま通りかかったジムを貫くところアムロレイ、未来ヤシマ、シャアアズナブル、カイシデン、ミハルラトキエ大好き、大好き、プラウボー、セイラマス、アルテーシアソムダイ君、ブライトさん、ブライトノア、ランバラル、赤花、カツレツキッカ、ガルマ、シリアザビ、マクベ、ギレンザビ、ビギンザビっていう感じ。いやー、ちょっと1時間でですからね、しょうがないです。すごい、シャアの存在感やと。いやー、ちょっとでももっと描きたかったね。なんかみんなが愛おしいので今、うん、初めて描いた。いやでも楽しいです。いつかフルカラーで描きたいなとも思いますけどね。いやでもこれから果てしないガンダムシリーズにハマっていけると思うとすごい楽しみなので、生きるのが楽しみになりました。大丈夫？あ、でもいいじゃん、絵って感じがして、この手法いいね。素晴らしい、はい、ゼータやってください。ゼータやりたいね。ゼータなんかいっぱい出てくるもんね。エマチュウイ可愛いよね。いや、僕エマシーエマシー一番好きかな。エマちゃん可愛い。次はゼータのコスプレしてください。ゼータのコスプレ、ファーユイリ。ファーはちょっとね、ちょっと色っぽくなっちゃう。右に向かって走っていいですか？Oh, I can't believe in you. それエンディングでしょ。必ず会えると思って。エンディングでしょ。そう。はい、ということで。ではコメント欄の方にですね、好きなモビルスーツ、好きなキャラクター、好きな場面などガンダムについてなら何でもいいので書いてください。あと私に早く見てほしいシリーズの名前も書いてください。ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あー、バオワクー。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。